でも幸福の科学の書籍の中でいつも一緒に入っているのがこの小学生向けというかね子供向けのなんかコミックボンボンみたいなやつですよねまあこの書いてあるタッチやテイストもコミックボンボンみたいな感じでとっても懐かしいなという気持ちがします、まあ、こうやってね子供の頃から一定の思想を植え付けることによって、まあ、その道で生きる人っていうのがね作られるのと同時に他の世界にはものすごく生きにくくなるというね、まあ、悪い方すると洗脳教育が始まるわけなんですよ で洗脳教育なんですけどもこういった宗教に染まるかそれとも一般普遍的な教育に染まるかこれはね大きな違いがあると思いますけどもどちらが正解とは言えないんですよどちらも幸せに向かうはずなのになぜかね一般的な教育の行く末っていうのは就職ができなかったりうつ病になったりとか自殺を考えてみたりとか。 そして、この不況ってものをね、作り出す日本に帰結したりたりするんですよね。私たちの世代も、学校で一生懸命勉強して、いい大学に行って、いい会社に入れば、安泰な人生が待ってるっていうふうに教わられたんですけども、教わったんですけども、実際そんなことなくってね、ロスェネ世代が煮え湯を飲まされて、そのまま歴史の波間にね、追いやられるとしてるというのが現状ですから、果たしてね、私たちは宗教にその癒しを求めるべきだったのかなと、反省するところはありますけどもね、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは本日は以上です。お疲れ様です。